前回のあらすじ。ボンバヘのシナリオを進めて、地球方面に進出したった。というわけで、早速テラン勢力との友好度を上げていこう。人工衛星の修理とか、総会とか。テランからのミッションを片っ端から受けていく。人工衛星の修理依頼が2件あったので消化中。3個の人工衛星を修理しろって依頼が2件だったんだが。6個修理するのかと思ったら、3個で2件の依頼を達成してしまった。名声が1増加で現在マイナス14。ステーションの犯罪者の船を撃沈したりで、少しずつ稼いでいこう。どういうことだってばよ。既存 ID が解除されているからだ。地球方面に行くにはテランとの友好度を上げて、許可を得なければならない。無許可で侵入するとテラン軍に殺されるぞ。テラントの友好度を上げるには木星炎のセガリス方面でやれってことか。そういうことだな。ちなみに、個人の認証がされていないだけだから。NPC 船長の船なら通行可能だ。じゃあ、ペガサスを適当に偵察に当てておくか。偽造 ID が優秀だったんだなって。Terran Security to Talani Vessel, you are approaching Terran Restricted Space. Please divert your course. This is Talani Trader Lucrative Investments to Terran Patrol. We are looking for mutual opportunities to make profits. We are not interested. We insist that you divert your course. But we can surely achieve mutual benefit from... Negative. We demand that you change course immediately.Maybe we can persuade you with valuable information about... We order you to change your course immediately, or we will be obliged to take measures to protect the safety and security of this system. Okay, okay. Changing course. The unrealized profits from this unfortunate loss of opportunity are split equally between each of us. くっそ真面目だな。テラディもズルズルしいというかなんというか。そいつら相手に偽造 ID で突破した大バカ者を知っているんだが。奇遇だな。俺もよく知っている。はっはっは。ストーク、センテネル。ちゃんと真面目に有効度を上げていこう。シナリオを進めたおかげで、セガリスの方はランクを受け取れるだけの名声を得ている。ランクを受け取って、テラン製の船を調達しておこうか。こいつはボンバヘしてないんだな。いや、リック博士が特別なだけだろ。セガリスの警察ライセンスを買っておいていいの。Good luck out there. テランのモジュール設計図もセガリスから買えたっけか。お、買えるな。これならテラン向けの工場を作って交易に利用できる。資金的に厳しいと思うが。うーむ、工場の資金が貯まる前にテラントの有効度が上がっているかもしれんか。買うのは後にしよう。船の方もセガリスのライセンスでテラン製の戦闘機が買えるな。お前が気にしてた刀9コルベットか。問題はパーツ類が微妙ってところか。テラン製は独特の規格だからな。現状ではネメシスがあるから、しばらくはいいか。あ、でも、採掘船とかは買っておこうかな。カニみたいな見た目が好き。セガリスと生産品で交易する機会は少ないから、セガリス方面に採掘船を自動採掘で配置しておきたい。採掘船に現地で採掘と売却をさせて、名声を少しでも稼いでおこう。というわけで、早速購入。ここのところ偽造 ID で戦績をごまかしていたから、ロゴが懐かしい。戻して。カニっぽいな。どことなくネメシスに似ている気がするが。虫っぽさがあるからかな。この船にはセガリス周辺で採掘してもらって、セガリスとの交易で名声を稼いでもらう。頼むぞ船長。ダニエルズ船長。おっと、ボンバヘだった。セガリスのボンバヘ率。ちなみにご尊顔は。Hello. お？まさかのメス。メスよなし。とりあえず、セガリスでの用事は済んだから。一旦本部ステーションに戻るか。船を降ろせよ。繰り返す、船を降ろせよ。まったく、少し留守にしただけでミノタウロスがわらわらと。不満を言いながら捕獲して北総 M。まあ、資産が増えるからありがたくもあるが、こいつらの妨害による損失もあるわけで。
現状では緑林協定による損失より利益の方が上回ってるが。まあ、捕獲機は高確率で大量の機雷を搭載しているから、それらを売ったら結構な額になるな。ソッパーツと修理費用よりも、機雷の売り上げの方が高かったりするし。また輸送船が襲われてるってよ。船を放置せよ、力ざれば撃沈する。警告無視。死ぬがよい。やれやれ、資金源のステーション攻撃でもしないとダメかな。アルゴンプライムのセイレン金属工場から通報。大型盗賊船にハッキングされて大量の資源を盗まれた。相手は緑林協定。はっはっは。なるほどなるほど。はい、こんにちは。しねー。生産した商品を盗まれ、これまでになくブチ切れているな。大型船がなんぼのもんじゃーい。ネメシスなら大型船も怖くないな。足を止めたぞ。さあ、お前の罪を数えろ。まあ、数えたところで助ける気なんてないが。絶望がお前たちのゴールだ。バーミングプラズマ。まったく、ただでさえ金欠だというのに。大型船を捕獲して売れば？売るくらいなら自分で使いたいな。でも、フェニックスは趣味じゃないし。ほん。とりあえずコンテナコンテナ。結構な量を拾ったな。盗賊船のベヒーモスを確認。いやー、探したよ。フェニックスは趣味じゃないが。ベヒーモスなら話は別だ。ちょっとパーティーの準備ができるまで待機な。完全に寄生虫だこれ。両手でしがみついているみたいになってんな。現在、ターン輸送船待ち。ターン輸送船に海兵を満載して揚陸艦にしてある。乗員は船長以外は全部海兵だ。ベヒーモスクッキング。下ごしらえ。ターン輸送船が配置に着いたら、エンジンを破壊して足を止めます。敵の砲塔の死角に張り付いて、火力を集中しましょう。強火で手短に。足を止めたら、背中の余分なモジュールを破壊します。反撃に注意しましょう。収録中なんですけど、ちょっと特別ゲストのボンバヘ。テラフォーミングがうまくいっているって。それはよかった。それでね、うん、収録中だから、うん、元気でね。はい、背中の次はお腹のモジュールを取り除いていきます。シールドは硬いので、容器など味方の火力も十分に活かしましょう。時間をかけてしまうとエンジンを修復されてしまうので、必ず取り除きましょう。モジュールを全て破壊したら、下ごしらえ完了。それでは、海兵隊を送り込んで調理しましょう。今回使用するターン輸送船は非力な輸送船なので、モジュールの破壊が完了するまで射程外で待機させてありました。搭乗可能人数の多いフリゲートやミノタウロスレーダーを使えば、モジュールの破壊にも投入できます。はい、こちらが突入用ポット。これで取り付いて移動します。ローゼンリッター出撃。ベヒーモスの乗員は15名。こちらは20名ですが、新兵が多めなので、アブシット君のケルベロスが増援として現在急行中です。移動作戦開始。じっくりコロコロ乗り込んだベヒーモス。コロコロ。焦らずじっくり時間をかけます。アブシット君も到着しましたが、出番はありませんでしたね。無事、ベヒーモスをゲットです。仕上げに、移乗した海兵を輸送船に戻して、ケルベロスの整備要員をベヒーモスに乗せます。エンジンを修理して、設備ドックに運び込んだらミッション完了です。売ってよし、使ってよし。これからは緑林協定の大型船も狩猟対象にしていきましょう。以上、ベヒーモスクッキングでした。で、どうするよ？ベヒーモスは運用、フェニックスは売却で捕獲していこうか。輸送船と護衛機も揃ってきたから、ミノタウロスの乗員は海兵で固めていこう。
略奪船が人道支援の任を解かれ、海賊船になるのか。分類するなら、強襲揚陸艇ってな感じで。玉林協定から略奪した装備で玉林協定から略奪をしていこうか。宇宙平和のためのゼノン狩りはいいのか。無論そちらも続けるが、玉林協定の妨害は捨ておけんでな。今後も各地で玉林協定を借りつつ、戦力を増強しつつ、稼いでいかねば。終わりが見えねえな。とりあえず、今回はここまで。チャオチャオチャオー。修理費用は大丈夫か？搭載していた機雷の売却で逆に返金されるレベル。まさかの黒字。